今ですね、ここ真っ赤になってますが、まあですね、こんな感じでしっかり燃えてます、ね、もうちょっとホットの間に、沸いてきました。こんにちは、今日はですね、ロケットストーブちょっとご紹介というか、ぼちぼち寒くなりつつあるんでね、火入れの方をしたいと思います。まあ火入れはね、別にどこないんですけど、これ長年使ってるうちにね、ちょっと溶接部がもう熱膨張と収縮との繰り返しでね、この溶接部が日々入りましてね、外れたりはしないんですけど、まあ他の部分つながっていますんで、それでもやっぱり伸び縮みで金属疲労でひびが入りましたんで、また修理、いたしまして、ちょっとペンキの方もね、吹き替え、ちょっと雑ですけどね、吹き替えしまして、まあ一度ちょっと燃やして、塗装の方はもう焼き入れてますんで、まあ煙等は多分出ないと思いますが、それとプチ改造のちょっと試験も兼ねてね、したいと思います。プチ改造というのはですね、この燃焼室、薪のくべるとこですね、ここをですね、ちょっとこれではちょっとね短いんで、長物をつけれるようにこの箱をこの上にね、セットする方式に、こんな感じでちょっと上にねこれを足しまして、長尺門を燃やせるようにということで、これでねちょっと一度試してみたいと思います。これでまあうまいこといけばね、もうこれで使えるということで、今の煙突の引き具合をちょっとこれでね、あんまりちょっと現状、若干引いてるぐらいですかね、若干、まあほとんど今んとこちょっと引き具合がないようなんで、まあなんでちょっと温めます。これでね引きがねできてきます。まあまだたまらん引く引いとるわけでもないな。しばらくちょっと温めておきます。まあ、木投入します。ついたかな、まあ、とりあえずいけてますね。これで安定すればね、OK かな。OK やな。キネロです。まあ、これでしばらくちょっと様子見ましょう。もうほぼ火の方も安定したようですね。これで炭というかね、置きができたらもうゆっくりね、あと燃やしていくことができると思います。まあ下から順番にね燃えていくんで、ガサガサっと下向いて下がっていってくれてますんで、これで結構50センチぐらいのものでもね掘り込めそうです。ということでね、長時間、まあちょっと短かったんでね、ちょっと長くすることで長時間もあまり量くべなくても、これで長時間使用が可能になると思います。ということでね、こんな感じでちょっとプチ改造なんかうまいこといきそうやな。
今煙の方もねこう立ち上がってますけど、下向いてここから煙中にね吸い込まれていってます。この煙がね下で二次燃焼を起こしてくれるんでね、この煙もね結構大事な要素の一つであります。これでもうちょっと空気の流入を絞ればこんな感じでね、いいと思います。ゴーゴーいってますということで、なんとか使えそう。ちょっとこれでしばらく、様子見てみたいと思います。